はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日は冷凍の鶏肉を使って唐揚げの和風あんかけを作っていきたいと思います。それでは早速スタート。はい、まず調理する前にこちらハサミという商品なんですけど、こちらのね2枚のアルミプレート、これを挟みます。こんな感じです。これ見てる方何やってんのって感じですよね。これで解凍したいものを挟み込んで室内で放置するだけで3時間で自然解凍できるっていうものです。こんなね商品があるなんて知らなかったです。これで数時間放置していきます。はい、ではどうでしょうか。お、しっかりね解凍されてます。普段よりもやっぱすごい全然早かった。私はすごいねせっかちなので電子レンジで解凍しがちなんですけど、そうするとね熱のなんか入り方にムラがあってお肉のね味も落ちやすいので、これでね時短で解凍できるっていうのはすごくいいです。歌ってる、ゆみさんが歌ってます。しかもね節約もできるので、よく冷凍物を調理するっていう方にとってもおすすめなものだなって思います。本当にねあっという間に解凍できます。では早速エプロンをして調理していきたいと思います。ではこちらに下味をつけていきます。ここで冷凍庫のお肉を調理している時に私が気をつけていることなんですけど、冷凍のお肉は解凍できたらすぐに熱を加えて調理した方がお肉が傷まないし旨味や風味が落ちないので、なるべく下味をつけて冷蔵庫で寝かせるようなことをしなくてもいいレシピを考えてます。ここに醤油大さじ1、酒大さじ1、みりん大さじ1、大さじ1ずつですね。これでね少しだけ置いといてさっと後で揚げます。でその間に油を温めます。そしたら衣をつけていきます。今回唐揚げ粉を使ってるんですけど、いつもは小麦粉と片栗粉を半々ずつ混ぜて衣をつけてます。この衣に醤油味がついているものなので、下味もしっかりつけられてない時はこういう唐揚げ粉を使ってもいいのかなと思って今回初めて使ってみました。はい、今油の温度が170度ぐらいまで上がったので揚げていきます。お肉ってしっかりね解凍しきれてないと油の中に入れた時とってもね油が飛んでキャーってなるから本当に大変なんですけど、しっかりね解凍されてたので大丈夫でした。こうきつね色になって油の粒が小さくなってきたので揚げます。したらあんかけを作っていきます。 180cc のお水と醤油大さじ1、柚子胡椒を2センチぐらい入れます。そして水溶き片栗粉も作っておきます。このタレを少し煮ていきます。そして水溶き片栗粉でとろみをつけます。これで一旦火をね強めます。火を消して少し軽く混ぜるととろみがねつきます。先ほどの唐揚げにあんかけをかけます。そして大葉とみょうが、そしてごまをかけて、唐揚げの和風あんかけできました。いただきます。
ご飯が進む。好き。おいしい。これお酒のおつまみにもすごいいいと思う。あーして。はい、上手。はい、というわけでこちらのハサミは挟んでね解凍するだけじゃなくて粗熱取りもできるし冷凍促進にも使えちゃいます。幅をね全く取らない商品なのでこういう風に立てて置いとけるので収納にも困らないっていうのがすごくいいところだなって思います。これはね嬉しい。それと他のね解凍方法よりも味の風味がいい状態で食べれるので冷凍のものを解凍するときはこれを愛用していこうと思います。この商品が気になった方は概要欄をチェックしてください。この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。